前回のドズクラ、仲良く村を整備するドズボン。でもそこに襲撃者がやってきた。ボンさんが強い。でもたくさん死んでしまって、最終的には初期地点に戻された。前回のドズクラ、自動釣り機で蔵を釣り上げたいドズルだったが、魚しか釣れなかった。その後歩いて村を目指すことに。途中の村で財宝があるかと思いきや、何もなかった。前回のドズクラ、自動骨粉機を作成するドズボン。サボテンを自動で育てて、それが骨粉になるみたい。でも待てども待てども、サボテンは育たなかった。前回のドズクラ、町と町をレールで結ぶために廃校を探すドズボン。でも廃校は全然見つからず、さらに洞窟をなめてたせいで集めた鉄を全部ロストしちゃった。それでも諦めずに洞窟を探していくと、ついに廃校を見つけた。前回のドズクラ、ついに村と村を連結させたドズボン。襲撃者から生き延びた村長を輸送させたかったけど、長老が木に下半身をこすりつけています。とんでもねえ変態でコントロールできなかったみたい。前回のドズクラ、やっと装備を着ることを覚えたドズボン。その後ついに村人を拉致することに成功。サボテンにトロッコごと突っ込むと、なんかいいみたい。前回のドズクラ、ついにエンチャントテーブルを作成したドズボン。その後ネザー攻略のためにつよつよな弓が欲しくなったドズル。自動釣り機貝を作成し、ドズボンでひたすら釣りをしたけど、弓は一個も釣れなかった。前回のドズクラ、ボンさんがスイカに取りつかれた。ついにネザーゲートを作成したドズボン。ネザーで貴重な鉱石をたくさん入手した。村に戻ってから本棚作成のためにたくさんの牛さんを肉と皮に変えた。前回のドズクラ、3日間寝ないで素材を集めてたら、ファントムの大群が襲ってきた。倒すとモンハンみたいな素材がもらえた。その後村人をもう一名確保。なぜか船とトロッコが合体した。前回のドズクラ、ドズボンに子供が生まれた。スライムをいつでも倒せるようにスライムチャンクを作成することに。穴掘りラジオをしつつ無事完成させたが、スライムは湧かなかった。その後夜になり、村の近所に湧いたスライムを倒した。